はい。この動画では、えっ、ー、と、参戦ホテルについてお話ししたいと思うんですけども、えっ、ー、と、この参戦ホテルは、あの、心霊スポットとして結構話題になったりして、その、大ー,ー宅も、えー、結構、えっ、ー、と、話題になってますね。池田さんという方なんですけども。で、えっ、ー、と、和太鼓が魅力的で、自分の周りにも外国人のファンがいたりします。で、参戦ホテルっていうのは、えっ、ー、と、食中毒事件を1990年に起こしてしまっていると。で、露天風呂がね、すごい、 気気持ちよくてあの人気あったんですねパノラマの露天風呂僕もあのマン・ザ・プリンス、えー、とカレジャーのとか好きなんですけどもああいったものが楽しめるとで話題もあもイベントとしてやっていたりただその食中毒事件でまたあの足が遠のいてしまうとでまた火災の話もあったりとかして今はあの管理人が厳重に管理してるということでそういったあのちょっと荒れた状況になっていて、えー、心霊スポットとして話題になってるってとこなんですね まあ、なので、あの、今行くことは難しいんですけども、あの、こういった、えっと、国内のちょっとした、えっと、ユニークなスポットについて、え説明欄の下にある無料のメールマガジンの方からは、えっと、情報を発信しています。なので、えっと、もしこういう情報に興味あれば、あとはですね、えっと、フィリピンに移住したい、もしくはフィリピンと日本との移住生活をすぐに始めたいと、えこういった、 あなたには、えっ、ー、と、医療、移住コンサルっていうのもやってますので、えっ、ー、と、ご利用いただければ、すぐに、あの、ご相談いただければと思います。あとはインターネットビジネスで、えっ、ー、と、どこに住んでも入り続ける収入が欲しいという方にも、えっ、ー、と、そういった、あの、インターネットビジネスの提案とその個別コンサルというのを行ってますので、えー、ぜひ気軽にご相談いただければと思います。いつもありがとうございます。